初代クルー公爵、ロバート・オフリーアシュバートン・クルー・ミルンズ、1858年1月12日から1945年6月20日は、イギリスの貴族、政治家、作家、アイルランド総督、スー・ミツ・イン・議長、王子少将、貴族院,院内総務、陸軍大臣、インド大臣など多くの閣僚職、大臣職を歴任した。 初代ホートン男爵リチャード・モンクトン・ミルンズと妻、アナベラ・ハンガー・フォード、第2代クルー男爵ジョングルーの娘の息子として、1858年1月12日に、メイフェアのアッパーブルック・ストリートで生まれ、メイフェアのセント・マーク教会で洗礼を受けた。ハーロー校で教育を受けた後、1875年10月16日に、ケンブリッジ大学トリニティ・カレッジに入学。 1880年に BA の学位を、1885年に MA の学位を習得した。1885年8月10日に、父が死去すると、法ン男爵位を継承した。第3次、グラッドストン内閣で自重たる議員を務めた。1892年8月18日に、数密顧問館に任命され、 同年から1895年まで、アイルランド総督を務めた。1893年1月3日に、母方のおじにあたる、第3大クルー男爵ハンガーフォードクルーが死去すると、その遺産を、継承。1894年6月8日に、女王の認可状を得て、母方の旧姓クルーを姓に加えた。1895年7月17日、 連合王国貴族であるチェシャーにおけるクルー伯爵に除された。1905年12月から1908年4月まで、枢密院議長を、1908年4月から1910年11月まで、植民地大臣を、1910年11月から1911年3月まで、インド大臣を、 1908年10月から1911年10月まで王子少将を務めた。1911年5月にインド大臣を再任、1915年まで務めた。1911年6月22日、ジョージ5世の戴冠式で連合王国貴族であるクルー公爵とスタッフォードシャーにおけるメイドリー伯爵に除された。 1912年から1915年まで王子少将を1922年から1928年まで在フランスイギリス大使を1930年に陸軍大臣を務めた1936年から1944年まで貴族院における自由党党首を務めた1945年6月20日に死去した 1880年6月3日、シビル・マーシア・グラハムと結婚した、クルー公爵夫人マーガレット、グリーンフィル・ポットが、1917年、1899年4月20日、マーガレット・プリムローズ、マーガレット・プリムローズ、1881年1月1日、第5代ローズベリー伯爵、アーチボルド・プリムローズの娘と再婚した。ありがとうございます。